こんにちは、ドライトニュースの時間です。統合版マインクラフトプレビュー版バージョン 1.21.30.24 のアップデートについて紹介いたします。今回のアップデートはバンドルに関する調整が行われ、試練の間の予期せぬ問題が起こっていたようです。それでは今回のアップデート内容を紹介いたします。今回のプレビュー版アップデートバージョン 1.21.30.24 の内容は、革もしくは糸を手に入れた時にバンドルのレシピのアンロック通知が出るようになりました。前回は出ていなかったので今回からちゃんと通知されます。タッチ操作でバンドルでアイテムの追加や削除をするときに正しいアニメーションを表示するようになりました。これは移動するときのアイテムが違うアイテムになっています。これはさすがに同じにしないとね。今持っているアイテムがバンドルの中にすでに入っている場合、アイテムを入れると一番上に移動するようになり、以前のバンドルのサブメニューが2行だったのが今回から3行と広くなり、少なくとも8種類のアイテムを表示できるようになりました。最大で12種類表示できます。空きスペースに余裕を持っているようなので、中盤に入れたアイテムも選べるのは嬉しいですね。たくさんあるときはさすがに一番下は取れないようですね。染色していないシュルカーボックスをバンドルに入れることができていた問題の修正に、バンドルのサブメニューの時にゲームパッドの右スティックの上が機能しなかった問題が修正され、ちゃんと上にも正しく移動するようになりました。以上がバンドルの調整と修正内容でした。バンドルのサブメニューが3行になって余裕が持てるようになりましたね。多少は便利になったかと思います。メイスを装備したモブがついにスマッシュ攻撃をするようになりました。高いところから狙われたらかなり危険ですね。ボコボコにされちゃいます。試練の間に関する内容で、バージョン 1.21.30.21 で変更された廊下のエンカウンターを含む新しいバリエーションの追加や、交差点のベッドの色のランダム化、複数の試練の間のテンプレートにブロックの欠落や正しくなかった問題の修正に、ディスペンサーのトラップが壁に埋もれてしまう問題の修正、スライムのトライアルスポナーがプレイヤーがいなくても出てくる問題の修正、2分の1の確率で不吉な宝物庫が生成されない問題の修正が行われましたが、修正したことによりさらに多くのエラーを引き起こしてしまい、根本的な問題に対処するため先ほど紹介した試練の間の修正を元に戻しました。すでに生成された試練の間で多くのエラーが発生し、ワールドを壊してしまうリスクを回避するために行ったようです。おそらくこれはすでに生成された試練の間にモブが自然に湧くバグが発生したことだとは思います。結構報告をいただいているので、これの対処を行っているのではないでしょうか。これらはアップデートしたら治るのかな。ちなみにタルトホッパーのセットアップはそのまま残ります。スカルクのチャージパーティクルに音が鳴るようになり、ウィザースケルトンに独自のステップサウンドの追加、テクスチャーデータの読み込み時に発生する可能性のあるクラッシュの修正、ハードコアワールドでプレイヤーがやられた場合、ワールド選択画面で枠が灰色になりました。上がやられてしまったワールドで、下がまだ生きているワールドで分かりやすくなりましたね。エフェクトのアイコンが GUI スケールに応じてサイズが変わり、新しいワールド作成画面でワールドシードテンプレートボタンが表示されない問題の修正、ウツボカズラをクラフトするときに青緑の染料を2個作れるようになり、キツネの体力が20から10になりました。Java 版が10なので Java に合わせるようになりました。これは約5年前からあった内容で、やっと修正されました。今まで強かったのですね。村人が寝ている時に全く音を出さなくなりました。まさかの無呼吸症候群です。静かすぎて逆に怖いですね。いびきくらい追加してほしいところです。こんな子供まで無呼吸症候群とは。そしてジグソーブロックをコマンドで出せるように元に戻りました。未だにジグソーブロックの使い方はわからないんですけどね。続いてワールド選択画面のテンプレートから作成のページに行くと、新しいテンプレート画面が登場しました。コンテンツは3つあり、1つはマーケットプレイスパスのテンプレート、1つは注目のクリエイターのテンプレート、1つは自分が持っているテンプレートが表示されます。分割されていることで見つけやすくなりますね。自分が持っているテンプレートの場合、
添削もできたり、ダウンロードしたテンプレートなのか、外部からインポートしたテンプレートなのか、マーケットプレイスから購入したテンプレートなのかをフィルターでき、ABC 順なのか、その逆の並べ替え変更という感じで、その結果を絞り込むこともできます。テンプレートの準備が簡単にできますね。以上、統合版マインクラフトプレビュー版、バージョン 1.21.30.24 の主なアップデート内容でした。バンドルの調整や試練沼の修正を白紙に戻したりなど、意外にも重要な修正アップデートとなりました。バージョン 1.21.30 のプレビューも後半なのですが、まだまだ修正されるようですね。もう1回くらいありそうですね。次は何が来るのでしょうか。こちらのアップデートはスイッチ版、 iOS、Android、Win10版の PC、Xbox 版、PS4 にも来る予定です。それでは良い一日を。